皆様こんばんは。8時になりましたので、早速ですね、システマティックレビューワークショップ、ピアサポートグループのウェブセミナーを始めたいと思います。聞こえてますでしょうか？聞こえてます。よろしくお願いいたします。本日進行を進めさせていただきます、SRWS PSG のアドバイザーの曽と申します。よろしくお願いいたします。本日はですね、臨床化への臨床研究メンタリングの心得という題でですね、TXP メディカル株式会社のチーフサイエンティフィックオフィサー、および東京大学大学院の臨床疫学経済学講座にも、所属されております、後藤忠弘先生にですね、ご講演をいただきたいというふうに考えております。後藤先生、よろしくお願いいたします。はい、どうも皆さん、はじめまして。TXP メディカル株式会社の後藤です。今日よろしくお願いします。それではですね、最初にこのセミナーのですね、ルールについて、簡単に説明させてください。本日一方向のですね、レクチャーというよりはですね、皆様からのご質問なんかもいただきながらですね、そちらもピックアップしてお話し進めていければなというふうに思っておりますので、もし質問ございましたらですね、チャットの方で、お気軽にコメントください。その方、チャットで、いただいたコメントをですね、主催者が適宜ピックアップしまして、後藤先生にご質問差し上げたいとかですね、少し、ディスカッションできればというふうに考えております。で、もし試しにチャットを入力してみようかなと思われた方はですね、ズームの、下のメニューのですね、チャットのところをクリックして、で、トゥーというところが出てきますので、こちらをエブリワンとか全員というふうに設定していただいて、何か入力していただければ、チャットの方に入力されますので、もし試してみようかなという方はですね、ぜひ試してみてください。またですね、時々ですね、マイクオンのままになってらっしゃる方がいらっしゃってですね、うちもちょっと家族多いんですけれども、お子さんの声が聞こえてたりとかですね、あとは、待機の先生がですね、PHS が鳴って、その指示の内容が全部、通っちゃったみたいなことがあったので、もう一度ですね、ミュートになっているというのをですね、確認いただければというふうに思います。あとですね、音声が途切れ途切れになる場合ですね、回線の問題であることが多いので、Wi-Fi を有線に切り替えてみられたりとかですね、あるいは、スマートフォンのテザリングを試してみられるとかですね、そういった音を試していただければというふうに思います。で、ちょっとこれは一つ本日のテーマにも、通じますので、コマーシャルさせていただきたいんですけれども、2020年の12月19日、20日にですね、日本プライマリケア連合学会と米国内科学会日本支部、日本臨床疫学会の3学会共催でですね、プライマリケアリサーチコネクトというイベントがございます。この、イベントの中でですね、ワークショップで、研究メンタリングについてのですね、ワークショップがございますので、ぜひご興味ある方はですね、ご参加いただければというふうに思います。それではですね、早速ではございますけれども、後藤先生にですね、今回メンタリングについて、お話しいただきたいというふうに考えたのは、一つは後藤先生が ER コレクションというですね、ウェブサイトの中で、臨床研究のメンタリングについて非常に示唆のある文章を投稿されてたのを見てですね、ぜひ後藤先生に、お話しいただきたいというふうに考えまして、今回企画させていただいて、後藤先生お願いしましたらご快諾いただけたという背景がございます。で、僕自身もですね、実は初めての論文もですね、後藤先生がこの後も紹介されると思いますけれども、編集に関わられた GEMNET の論文マニュアルというのを見てですね、その通りに書いて、査読の対応とかもその通りにやっていったらうまく通ったっていう経験がありまして、あるイベントで後藤先生にお目にかかった時にですね、そのお礼を申し上げたりとかするところから、関係が始まったという背景がございます。そうしましたら早速ですね、後藤先生の自己紹介からいただきたいというふうに思いますので、一度スライドをですね、後藤先生の自己紹介のスライドに切り替えさせてください。じゃあ一旦、後藤先生は一旦共有停止しますので、後藤先生の方で、スライドをご共有いただけますでしょうか。はい、OK です。はい、
先ほど宋先生からもお話しあった通り、前半はですね、僕の自己紹介と、これまで臨床研究にどう関わってきたかをちょっと説明させてください。で、その後から宋先生、台東先生との対談になります。で、僕自身はですね、福井に生まれて福井に育って、福井大学の医学部を卒業しました。で、福井大学の医学部卒業した後は、救急部に入ってですね、救急専門医まで取ってます。で、この研修期間中に、臨床研究に興味を持って、で、ちゃんと学びたいなということで、2015年からですね、アメリカの方に3年ちょい留学してました。で、そこで学んだこととかを日本に帰って活かしたいということで、東京大学の大学院、安永研究室という俗に呼ばれるところですね、こちらの方に行って、日本のデータで研究をしたり、あるいは、他の方と一緒に研究したりとかいうふうにやってきました。で、今年の春からですね、いろいろ縁があって、TXP メディカル株式会社というところで、新しく臨床研究チームを立ち上げるという仕事をさせてもらってます。でですね、僕自身がそもそもなんで臨床研究に興味を持ったかというところなんですけれども、やっぱり臨床をだらだらとやってるというのはちょっと僕の好みではなくてですね、この治療を効くか効かないかわかんないけどやってみよう。それなら研究しましょうよって思ってましたし、結構新しい何かを発見したいという気持ちも結構あったんです。それからですね、多分これ皆さん分かってくれる人いると思うんですけれども、研究してですね、パブメドに名前が載るのがちょっとかっこいいなと思う時期があってですね、やっぱ研修医の時とか先輩とかがパブメドに名前載ってると、もうなんかかっこいいなみたいな。で、僕は最初に書いた論文がですね、パブメドに載った時はですね、パブメドを開いて、後藤忠宏とエゴサーチをしてですね、ちょっとニヤニヤするといいですね。そういう時期もあったんですけれども、やっぱり結構ミーハーな人間なんで、こういうふうに、あんまりその高い志じゃないですけれども、研究始めるモチベーションっていうのは、こういった要素の複合でした。でですね、研修医2年目の時に、その救急の先生がよくめまいに迷路を使ったけど、効果わかんないんだよねとおっしゃってたので、じゃあ研究しましょうよということで、ランダム化比較化試験の、研究計画書を書いたことがあります。でですね、A4 20ページぐらい頑張って書いたんですけれども、それをですね、当時救急部の教授だった寺澤先生に見せたんですけれども、ちょっとよくわからないと。で、当時の救急部の教授は寺澤先生で、この研修医当直後発の赤本を書いた人ですね。で、その2年後にステップビエンドレジデントを書いた林博之教授が来られるんですけれども、お二人とも臨床医、教育家としては非常に素晴らしいんですけれども、研究論文を書いたことがなかったんです。なので、研究のノウハウがないので、やっぱどうしていいかっていう次のステップに進めなかったんですね。なんで、この研究計画書というのは、闇に葬られてしまってですね、僕自身、やっぱり研究は、研究のね、経験がある人にちゃんとつかないといけないんだなと。で、研究指導できる人はいないといけないんだなということの問題点を結構この時点で、強く思ったことがあります。で、その後ですね、たまたまちょうど僕は後期研修、救急部の救急医に、救急研修医になったぐらいのタイミングでですね、若手救急医の団体の EMA というのが立ち上がったんです。で、僕自身はそれに参加して、で、僕自身も関わりたいということで、3年目の時に文献班として参加しました。で、そこでですね、僕の将来のメンターになる長谷川康平先生と出会うということになりました。だからもし皆さんもですね、これから先、やっぱり新たな人と知り合いたいとか、良きメンターを探したいのであれば、いろんなところに飛び込んで自分から積極的にアピールしていくというのは、きっといい経験になると思います。でですね、ちょうどそのタイミングで、長谷川先生を中心とした救急外来の軌道管理レジストリが立ち上がったんですね。で、そのデータがちょっとずつ溜まっていって、僕が卒後5年目、6年目の時に、ようやくその研究データを使って、長谷川先生という指導者を得て、論文研究する機会を得たという形になります。だから、僕がその時考えたのは、アメリカに行った長谷川先生は英語ができて研究ができると。すなわち、ね、アメリカに行けば英語ができて研究できるようになるんじゃないかと。これがいかに誤った因果推論かというのは皆さんよくわかると思うんですけれども、当時の僕はですね、これぐらいの気持ちで、よし、行くぞと決めました。ね、高尚な気持ちじゃなくて申し訳ないんですけれども。で、ここから1年間、留学の準備だとか勉強して、ここは、今日は留学の話なので割愛しますけれども、なんとか、大学院に合格してアメリカに行くということになりました。で、僕が実際に研究をした体制というか現場なんですけれども、マサチューセッツ総合病院というハーバードの関連病院の救急部です。で、
一番の大ボスはカロス・カマーゴという、まあ、ハーバード大学のエピデミオロジーの教授で MGH 究極のチェアですね。で、彼は米国の疫学学会の前会長もやってて、まあ、非常に素晴らしい、リサーチャーです。で、中ボスというか僕の実際のメンターは、まあ、先ほどから名前が出ている通り長谷川康平先生と。まあ、右上の写真は僕と長谷川先生、それから統計家のカマール、それからデータマネージャーのジャニスと、まあ、いいチームで研究させてもらえたと思います。で、その長谷川研究室のミッションとゴールというのがあってですね、まあ、彼はその日米における研究リーダーを作って、まあ、架け橋となるような人材を育てたいと。で、そのためにMNET とか、まあ、長谷川研究室という世界的ネットワーク、リソースを有効に使った研究指導を行って、研究者としての基盤、ネットワークを構築するというのをゴールにしていました。で、実際のカリキュラムに関しては、これ多分日本の研究室でも一緒だと思うんですけれども、最初の1年は疫学統計学などの基本的な知識ですね。これを、まあ、ハーバードの大学院でちゃんと学ぶと。で、それと同時に、ラージデータベースとかを用いて実際に研究をして論文を書くというのをやってました。で、知識とですね、実践というのはこれは両輪なので、どっちから書けてもやっぱりうまくいかないんですよ。なので、大学院で体系的に学ぶということと、それを活かしてちゃんと実践するという両輪が大事ということはやっぱりすごく言われましたね。で、2年目、3年目というのはメンターの指導のもと、自分で研究を立ち上げたりとか、まあ、あるいは既存のデータを使った研究でもいいですけれども、自分なりの方針でどんどん論文を書いて研究を進めて基盤を確立していくというような流れです。で、まあ、あの研究の実際の研究フローなんですけれども、まあ、例えばデータベースがね、ある程度あるという前提でちょっとお話ししますけれども、まあ、僕と長谷川先生でですね、まあ、この前の研究ではここまで分かったから次はこの研究やろうとか、あるいはちょっとこういう新しいアイデアがあるからこれやってみようとか、まあ、そういうアイデアをまあ一緒に煮詰めてですね、まあ、テーマが決まったら、次に研究計画書を書くと。で、僕たちこの研究計画書を結構強く意識していてですね、研究計画書の時点でピシッと決まらない論文っていうのは、論文書くときにあやふやになるんですよ。これは僕自身も経験あって、なんとなくこう、あ、これ面白そうでふわってやると、なんか論文の時にも結局ふわっとしちゃうので、最初の研究計画書を書くときにちゃんと筋を通すと。それからリテラチャーレビューをしっかりやるというのをすごく意識してました。で、その後はですね、まあ実際に解析して論文を書いて、で、完成版ができたらメンターとやり取り、長谷川先生とかとやり取りして、OK が出たら最終チェックという流れです。で、僕たちは必ず毎週1回、対面でのですね、ミーティングを行ってました。で、そこで現在の進捗とか、これからどうするかという話を、まあ毎週してましたね。で、僕自身すごく素晴らしいというか、すごいありがたいなと思ったのが、大ボスのカールスも長谷川先生もですね、メンティーの論文のプライオリティめちゃくちゃ高いんですよ。で、例えば論文をこれ見てくださいって出すと、数日以内にビシッと修正が入って帰ってくるわけですね、コメントとか。で、彼らからすると、例えばそれを、まあ、ちょっと忙しいからと言って、数週間、あるいは1ヶ月伸ばすと、それはですね、結局投稿が1ヶ月遅れるわけじゃないですか。これってのはすごい無駄な時間なんですよね。研究研修の期間が2年とか決まってる中で1ヶ月をロスするというのは非常に痛い。だから彼らはすごく僕らのことを考えてプライオリティを高く設定してくれてます。だから彼らは要求は厳しいけれども、ちゃんとその分指導するというスタンスですね。で、雑誌に投稿できるレベルにしてから教授者に回すというスタンスを僕たちは取ってました。で、そのアカデミックライティングの重要性、多分これ皆さんどこまで習ってるか分かんないんですけれども、論文を書くスキルというのはね、自分の研究結果を伝えるで当然であると。で、論文細部を見ればどれだけ力を入れてるかというのはすぐ分かるんですよ、これ本当に。で、お作法のなっていない論文というのはちゃんと指導を受けてないので、そもそも読むに値しないっていう、まあね、これだけ過激なことを言う人もやっぱりいました。で、さっき言った通り、どんどんこう求められるレベルと自分の書けるレベルの間に乖離があってですね、一行書くのにやっぱ数時間かかっても進まないし、書いたとしてもそれがいいのかどうか分かんない。まあもちろんさ、相談しますけれども、毎回相談できるわけじゃないですから、なんかこう自分の中で行き止まりに当たる時間っていうのはやっぱりありました。で、今度メンティーを意識、指導する上で見えてくるのは不思議なもので、僕がやらかして注意してきたことそのまんまメンティーがやらかすんですね。大体イントロダクションを粗末で、リテラチャーレビューが足りてない。で、自分の言いたいことが優先してるんですよ。まあ、それ大事なんですけれども、
リテラチャーレビューをした上で言ってるんじゃなくて、もう自分の研究結果があってこうだからっていうので、そこに都合のいい研究結果だけをくっつけてる感じですね。で、先ほど言った通りコピーや適当さっていうのは透けて見えますと。で、初学者は何でもかんでもこう、なんていうんですかね、論文に突っ込みたがるんですよ。A もして、B もして、C もして。でもそうじゃなくて、メインメッセージは一つでスパッと切れ味のいいシンプルな論文を目指す方が、まあ、僕は大事だと思ってるので、まあ、それを説明してます。でですね、まあ、これも、まあ、僕自身にも言い聞かせてるんですけど、同じ間違いですよ。延々同じ間違いします。これはそういうものなのか、まあ、後でね、またディスカッションできればいいんですけど、何回注意してもやっぱり繰り返すんですね。まあ、その都度言うしかないと思ってますけど。で、これも後で話することですけど、メールの遅れとか、進捗の滞りっていうのは彼らの見えないところからのサインだというのにも気づきました。で、まあそうやってね、まあいろいろ研究やって指導していって、まあ一通りやってから日本に帰ってきてですね、まあ東大で研究したんですけれども、まあ幸い TXP で臨床研究チームを立ち上げるということで、まあ今現在はですね、僕と原先生、白川先生というちゃんとエピデミオロジーを学んだ先生方をコアチームに据えて、今現在はですね、専門医が約5名、それから、まあ、一応実験的にですね、初期研修の先生と医学生の入ったチームで臨床研究を進めてます。で、学会発表も、やってますし、ちょっとずつ論文が今書き上がってきてるというような現状です。で、多分皆さんの中にも興味ある人いると思うんですけど、機械学習とか AI とかっていうのは、やっぱりこのメンバーだけでは、まあ、厳しいので、幸い、TXP に来てくれている非常に優秀なインターン生がいるので、まあ、彼らの力を借りてですね、まあ、彼らってのはもう医学生なんですけれども、Python でどんどんコード書いて、ウェブ開発したり、アプリ作ったり、画像解析したりとか、まあ、してる人たちもいてですね、僕は彼らに教えてもらいながら、機械学習と臨床研究を融合させていくというふうな方向性で、今、少しずつ頑張っているところです。で、先ほど言った通り、僕の経験を生かして彼らにも、研究をするというマインドをね、どうやったらできるかと、植え付けれるかというのを考えているところです。一応、こういう感じで自己紹介は終わらせていただきます。ありがとうございます。一回、総先生、画面停止しますね。はい。当選ありがとうございます。じゃあ、ちょっともう一度、ガイドのスライドに、画面を切り替えさせていただいて。後藤先生、ありがとうございました。ここからはですね、私、総とですね、あと、タイトー先生。タイトー先生も SRWS-PSG の、メンターをされていますけれども、この2人でですね、聞き手を務めながらですね、皆様からのご質問だったりとか、あるいは事前にいただいたご質問についてですね、後藤先生とディスカッションしていければというふうに考えております。後藤先生、タイトー先生、よろしくお願いいたします。お願いします。ちなみにですね、タイトー先生と僕はですね、臨床研究のメンターとしては、今回参加されている方、読まれている方も多いかなと思いますけれども、後藤先生が ER コレクションに書かれた、臨床研究のメンタリングについての記事があったんですけれども、まあ、そこで大体臨床研究メンターの後期研修レベルはこれぐらいで、指導レベルはこれぐらいだよっていう、基準があったんですが、それで言うと、おそらく、僕も大東先生もですね、後期研修レベルぐらいなのかなというふうに思っておりまして、まあ、大体筆頭で、10本前後書いていて、メンタリングを現在、10前後やっているというような、人間が今、後藤先生とですね、いろいろお話をしていきたいというふうに考えております。ちょっとその後藤先生のメンタリングの記事はチャットの方に貼っておきます。では早速ですね、後藤先生と臨床研究のメンタリングについて、話していきたいと思うんですけれども、後藤先生のメンティーメンター体験をお話していただきましたが、早速この点についてですね、片岡先生の方から1点ですね、質問が来ているんですけれども、後藤先生、すみません、はい、今日ですね、このメンティメンタ体験と、あと皆様から質問が多かったタイムマネジメント、モチベーションマネジメント、こちらはメンティについてだと思いますけれども、あとは、こういうメンティに対してどんなふうに接したらうまくいくかなというような困りごと、
あとはメンター自身の困りごとということを、順番にですね、ディスカッションしていって、最後に、後藤先生がこういった臨床元気メンタリングに力を入れられている、その、まあ、理由というかですね、あるいは今後どんなふうにしていきたいと考えていらっしゃるかについて話し合っていきたいというふうに思います。よろしよろくおし願いしくおま願す。いいたします。では早速、メンティーメンター体験からですけれども、片岡先生からですね、2年目にメンティーができて変わったのは特にどんなところでしょうかというような質問が来ているんですが、この点については後藤先生、いかがでしょうか。そうですね。まあ、単純に精神的にですね、僕これ一人だ、当時一人でしかいなかったので、仲間が増えたというのはすごく大きかったんですよね。で、多分皆さん指導してればわかるんですけれども、教わるからも一緒にいる仲間がいるって結構心強いんですよ。で、やっぱりその人が自分より飛び抜けてるとすごい辛いかもしれませんけれども、まあ、幸か不幸かわかんないですけれども、やっぱりその後輩のスキルというのは大体ちょうど僕がアメリカに来た時と同じぐらいで、僕が経験したことをそのまま伝えれる、自分が役に立ててるというのはやっぱり非常に大きいですよね。で、僕がいた環境ってやっぱり周りのレベルが高かったので、僕一人はこう、すごく下にいるような感覚だったんです。でもそうなるとやっぱり自分一人がついていけてない、あ、ここにいるの辛いなって気持ちになるんですけど、いや、そうじゃないよと。ちゃんと後輩ができて、あ、やっぱり自分はちょっと成長してる部分があるし、ね、一緒に頑張れる部分があるなっていう、この精神的なスイッチが切り替わったのは大きいですね。ありがとうございます。最初、そのメンタリング始めた時にですね、非常に、なんていうか、ちょうど良いレベル差があって、しかもまあ自分と同じようなところでつまずかれてということでしたけれども、実際、後藤先生がメンタリングをされる時にですね、何か課題を感じられたことは逆にありましたでしょうか。そうですね。まず最初やっぱり自分に自信を持つということでしたね。結構自信を失いかけてた時だったんですけれども、まあ、多分先生方の中にはセカンドとしてですね、中ボスとして働く先生の方が多いかなと思うんですけど、これ、大ボスになった時に結構話がまた変わるんですよ。一番自分が偉くなったら、自分が全責任を負わないといけないんですよ。その時に自分に自信がなかったら、やっぱ下はついてきてくれないので、やっぱり自分に自信を持つと。それからメンティーのですね、モチベーションをちゃんと維持してあげる。それからですね、まあ、これちょっと、教育の先生多い中でピント、リサーチ、なんですかね、難しいんですけど、自分のリサーチフィールドの明確化ってこれ結構大事だと思ってて。例えば、教育だけするといろんなテーマの研究舞い込んでくるんですけれども、でもリサーチャーっていうのは基本的に自分の目指すリサーチがあって、そこに突き進んでて仲間が集っていくっていうスタンスなので、やっぱりその自分のリサーチフィールドはここで、まあこれに共感する人は来てほしいっていうスタンスの方が、まあ全体としてまとまるのかなと。だからいろんな研究を見るようだと、やっぱり自分の知識のないところは辛いし、やっぱりうまく指導できないっていうのが起きやすいというふうに思いますね。斉藤先生、何か後藤先生のメンタリング経験、メンティー経験について、ディスカッションされたいポイントございますでしょうか。斉藤です。聞こえてますか？大丈夫ですか？はい、大丈夫です。僕自身はさっきの先生のスライドの下りで、ボスの英語のコメントに背筋が伸びたんですけれども、モチベーションですよね、メンティーのモチベーションに目を配るっていうことを言われてましたけど、一方でそういう危機感というか、成長を促す上では、こういうところを気にしてほしいとかっていうのを言わないといけないと思うんですけれども、そういうバランスとかって先生はどういうふうに考えられてるのかなっていうのをお聞きできたらなと思います。ありがとうございます。まあ、結構その人によるので、まあ、概念、一般化しにくいと思うんですよね。で、0点の人を60点に持っていきたいのか、60点の人を80点に持っていきたいのか、80点の人を100点に持っていきたいのかで、全然違うと思うんですよ。これは。で、僕が教わった研究したのは多分100点を目指され、120点突破する人を育てたい。でもそれをですね、まあ、0点とか10点の人にやったところでついていけない。わけじゃないですか。なので僕は一番最初に大事なのは成功体験だと思ってるんです。何でもいいから論文を書いて、パブリッシュして、パブメドに名前が載るという経験をしてもらうこと。で、そこまでにこれを知っておけ、知っておけ、知っておけって言ったところで、一回じゃ覚えきれないですから、少なくともこうやって書けばいいんだという流れを知ってもらえば、僕は最初はそれで十分だと思ってて。で、パブメドに、まあ、それが多少辛くてもですね、パブメドに名前が載れば、なんかちょっとこう充実感が出てきて、やっぱ次やろうかなっていう気に
つながると思うんですよね。やっぱりモチベーションの維持はやっぱ成功させてあげることだと思ってるので、最初は、まあ正直僕が全部書くぐらいの気持ちでいますね。そのぐらいです。ありがとうございます。ありがとうございます。なんかパブメドの名前が載るってのは本当にそうだなと思って、僕も昔載ってない時に、わざわざ自分の名前で検索して載ってないなとか思ってたんですけれども、ま、最近はまあさすがにそうとしないですけれども、うん。最初は嬉しいですよね。そうですね。ありがとうございます。少し具体的な話になってきましたので、今映している3番ですね、そういった課題を踏まえてのメンタリング方法、具体的なところを聞いていきたいなというふうに思うんですけれども、ちょっと皆さんからいただいたりとか、我々の方で準備したテーマについてですね、少し順番にお聞きしたいと思いますが、先ほどまずはパブリッシュしてもらうことだということでしたけれども、テーマ設定、研究疑問ですね。こちらについては、先生がメンタリングされる場合は、持ち込みのテーマが多いんでしょうか？それとも、先生が設定してあげるようなこともよくあるんでしょうか？これは、いい質問というか、難しい質問です。持ち込みの時もあります。持ち込みの時は僕、楽だなと思います。正直。僕が手助けする部分は限られてるから。で、一番困るのは、研究したいんですけどっていう来る先生ですね。で、僕自身は TXP による基本的に救急外来のデータ、集中治療のデータなので、まあ、この領域で研究するってある程度決まってるんですけど、まあ、それだけでは広いわけですよね。そこからさらに絞っていかないといけない。その時にできるだけやっぱりその人の興味に沿うように設定していきます。というのは、これモチベーションにダイレクトに関わる話で、僕自身アメリカに行った時 COPD の研究してたんですけど、これ実は僕の興味のある範囲じゃなかったんです。研究室がそういう研究室だったからその研究してたんですよね。で、これは論文いっぱい書けるし論文になるけれども、やっぱり内的な動機づけが弱いので、例えばリジェクトされた時に、ああ、次まためんどくさいなとか思ったりとか、論文書いててうまくいかない時にうまくいかないなっていう気持ちになりがちなんですよね。だから内的動機づけをできるだけ大事にしたいので、その人の興味のあるところに絞って、できるだけ僕からテーマ、なんていうか、これやれとは今どこら言わないです。だけど自分の中でもう今これ目指してることがあるからこれやってっていう時ももしかしたら将来出てくるかなと思います。なるほど、ありがとうございます。ちなみにそのパブリッシュするっていう意味では、その症例報告っていうのもですね、特にデータベースがないような環境においてはですね、最初としてはありなのかなと思ったりもするんですけれども、先生はそのあたりいかがでしょう。もうちょっと環境にもよるのかなと思いますが、症例報告。そうですね、全然ありだと思いますよ。僕が今、TXP で教えてる救急の先生は、最初は症例報告だったので、うん、彼が救急学会で、発表してた症例があって、で、まあ僕はその施設に呼ばれて、じゃあ一緒に症例報告、動かしますかという中で、まあ彼と症例報告を書いて、まあ彼が研究に興味を持ってきてくれたといういきさつもあるので、まあ、別に僕は最初はレターでも、症例報告で何でもいいと思ってます。形にしてアウトプットにつながっていればそれがいいじゃないですか。どうですか、その辺、太藤先生とか総先生は。太藤先生、いかがでしょうか。僕はこの、システマティックレビューワークショップで関わっているので、まあ、レターを書くっていうことをよく、まあ、やったり、まあ、募集をしたりしてますけれども、まあ、批判的に論文を読むっていう意味では非常にいいのかなと思ってて、自分自身も一時期一生懸命やってましたので、まあ、何でもよくて、その世界の先生とディスカッションできるっていうのが楽しかったのでやってましたね。そういう動機づけという意味では、まあ、論文とかハードルが高いので、症例報告とかレターがいいんじゃないのかなというふうに思っています。僕自身も、後藤先生の長谷川研でのご経験は、データベースがあったというのがすごく良かったんだろうなというふうに思っているんですけれども、論文すぐに書き始め、研究計画をすぐに作って書き始められるというところが、一方で、今僕自身がいる病院もですね、そんなにデータが常にあるわけではないので、そういった意味では、症例報告から始めるというのは、とてもいい方法だなというふうに考えていて、実際に、2人後期研修には、そういった形で、実際、パブリッシュしてもらいました。やっぱデータベース、まあ、データがある、自分で作っていくっていうのは結構、ね、大きな問題ですよね、これは本当に。そうですね。ちょっとご質問もそうたくさんあるので、順番にとは思っているんですけれども、
メンタリング実際進める上でですね、先ほどもメンターとメンティーでかなり詰めてから協調者に回すんだという話がありましたけれども、そのあたりは定例でミーティングを行ったりされてるんでしょうか。ですね、まあ、実質僕と長谷川先生だけでやることが多いですね。なるほど。で、まあ、出来上がってから周りに見せると。で、その彼らのコメントを採択するかどうかは、全部僕と長谷川先生の決断次第です。だから、上級医とか、教授者がこれやって、これどうって言っても、いらないと判断したら切ります。っていうのは、この論文の責任者は僕と長谷川先生、あるいは僕とメンティーであって、で、もちろん教授がすごいクリティカルなこととか、これは入れてって言ったことは入れますけれども、そこの決断を誰がするかって最終的に舵取りがふわふわすると、これまとまらないんですよ、論文、本当に。これ複数人でメンタリングを行うこともあるって書いてるのとつながるんですけど、似たようなレベルのメンターが2人いると、結構方向性分かれて、うまくいかないことの方が僕は多いと思ってますので、そこもズバッと僕と長谷川先生だけで決めて、あとは教授は意見もらうだけみたいなスタンスですね。ダブルコンサルトみたいな形になって、瞑想するっていうのも、あらかじめ避けるように設定しておくっていうことですかね。そうですね。ありがとうございます。大東先生、いかがでしょうか、複数人でのメンタリングだったりとか、そういったことってされますか？僕自身はなんとなくメンターになった側なので、今はその上の先生、まあ、先生はじめ他の先生方と一緒にやるっていうことで安心感があるという部分もあるんですけれども、やっぱりその先ほど後藤先生が言ったように、同じレベルのような人が集まると、まあ問題も生じるのかなと。別のところでやってると、やっぱり偉い先生がたくさん入ってくると、どっちを立てようかなと思うこともやっぱりありますので、そういう意味では初めにやり方を決めておくっていうのはすごく大事なんだなというふうに思いました。ありがとうございます。ちなみにシステマティックレビューワークショップの場合は、複数でメンタリング、大体2名でやってることが多いのかなというふうに思いますが、ただ、同じ、なんていうんですかね、教材で勉強して、という方がメンターをされているので、あまりそこで衝突っていうのはないように、傍から見えてますが、そんな感じですかね、大藤先生。そうですね。1人、上と、まあ、ジュニアメンターと2人でやりながら、まあ、メンタリングも合わせて、勉強するような形でやらせてもらっていて、分からなければ、まあ、メンター全員の、スラック上に投げて、回答をもらってっていう形で、まあ、全体として同じ方針でやっているっていうところが、まあ、衝突が少ないというか、同じ、まあ、早く反応できる人がより早く反応するというような形でですね、スピード感を持って教えることができてるかなというふうには思ってます。ありがとうございます。今ちょっとジュニアメンターという話が出てきましたけれども、後藤先生もER コレクションの記事の中でですね、次のメンターになってくれるような人出てくるとすごく嬉しいというか、というようなことを書いていらっしゃいましたけれども、実際に指導しているメンティーが、次の人を指導できるようにということを意識して指導されることはございますでしょうか？あんまり僕は実際今のところないですね。っていうのは、まあ、研究、がっつり研究やりたいかどうかって、多分ちょっとある程度続けないと分かんなくて、とりあえず5本ぐらい書いてみてから考えようかぐらいの勢いですね。まあ、やっぱ、ある程度論文を出して、ある程度経験値を積んでから、まあ、自然に教える環境になる人もいるし、もし、その人が研究続けるんだったら、その人をセカンドに入れて、ちょっと指導してみて、みたいな感じでやります。で、別に、メンターになりたくないという人もやっぱりいるので、実際、世の中にはね。まあ、そこはやっぱ本人の希望とか、将来性を見据えた上で意識するところですね。ありがとうございます。とりあえず5本って結構ハードル高いなと思ったんですけども、先生がツイッターで、ハーバードの SPH の同級生が何本論文書いてるかっていうのも書いてありましたけれども、とりあえず5本ぐらいっていうのを乗り越えてこれるメンティーって何パーぐらいなんですかね？ああ、どうですかね。あんまりいないような気がしますけれどもね。でも、それって1年単位とかでは当然ないじゃないでもすちか。ろん、3年ぐらいかかることで、僕自身、やっぱり指導を始めてからまだそんなに年月すごい経ってるわけじゃないですけれども、例えば今、TXP に来てからやってる中で、ようやく各人が1本ぐらい論文を書いてきて、その中ででも優秀な人というのはやっぱもう3、4本書いてきて、まあこういう人は多分メンターに将来、なってくれるんだろうなとは思ってます。
でも逆にスローペースでもちゃんと積み重ねれる人はいるので、まあ、そういう人はそういう人なりでのポジションで参加してもらうというイメージですね。承知しました。少し、ちょっとあのいろんな質問いただいてますけど、ちょっとメンタリングに絞って話し進めていって、時間が余れば、細かいところも聞いていきたいんですけれども、片岡先生から、その教えるときにですね、相手が疫学前の知識が少ないときに、メソドロジーをこう体系的に教えるってかなり大変な気がするんですけれども、そのあたりは先生、どんなふうにされてますか？そうですね。あの1本目、2本目のときは、そんなにがっつり教えないです。必要なことを必要なだけ教えるというスタンスでやってます。で、その時点で、多分その先生は研究に興味を持ってる、あるいは研究やりたいと思うんだったら、やっぱり大学院とか、ちゃんとシステマティックに学べるところを紹介します。ただ、僕自身やっぱりそれだけだとせっかく TXP とか来てくれてる人に申し訳ないので、最近はちょっとショートレクチャーをできるだけ入れるようにしたりとか、また僕自身で教える範囲も当然限られてますから、おすすめの本をいくつか提示してこれ読んでみてねというふうにやってますね。なんかあんまり最初から、何でもかんでもってやっぱ僕できないので、そこはある程度、コーセラとかエレックスとか、興味ある人はああいうコース受けてもいいと思いますし、最近は統計の ICR ウェブとかも使ってます。なるほど。ありがとうございます。あとはその TXP メディカのインターンの方、すごいなんか強いというか、バリバリの方が多いなと思ったんですけれども、特に機械学習なんかについてはですね、渡辺先生からですね、とはいえ医学生に教えるときっていうのと、すでにある程度臨床経験積んでる人に教えるときっていうので、指導方法を変えることがありますかという質問が来ているんですけれども、そのあたりいかがでしょうか。そうですね。臨床医と学生はやっぱ全然違うんですよね。臨床医は臨床経験があるので教えやすいです。で、医学生はそこがないので、やっぱりかなりこっちが、入っていかないと、多分彼らはなんでこれが大事かとか、今やってることがなぜ重要かっていうのは伝わりにくいので、そっちを先に教えます。だから研究の手法だとか、統計解析だとか、そういうのは、置いといてですね、なぜこれをやるのか、なぜこれをやってるのかっていうのを、まず理解してもらう。で、その上で、その研究やる上で必要なことだけをやっていくという方針にしたい、しようと思ってますね、この辺は。ありがとうございます。ちょっと非常に聞いたことたくさんあるんですけど、ちょっと次の、テーマに移っていきたいと思います。次のテーマは、タイムマネジメント、モチベーションマネジメントで、おそらく、今日いらっしゃってる方もですね、メンティーから返事が来ないみたいなこと、すごくたくさんあるんじりゃないまかすと思いね。ますけど、先生はそういう時、それがサインだよって、まさにそうだなと思ってたんですけど、そこからこう、どう、サルベージするというかですね、かっていうと難しいなと思うんですが、先生はどうされてますか？そうですね。僕自身もそうだったんですけれども、やっぱメールが遅くなる、レスポンスが悪くなる、それから集団でのミーティングに来てるけど発言が減るっていうのはやっぱ結構具体的なサインで、あとはですね、ミーティングに来てて進捗報告してもらうんですけども、その進捗報告に具体性がない場合、今例えばなんかディスカッションぐらいまで進んでますとか、あ、いい感じで進んでますって、こうほわっとした返事が来るときって大抵進んでないんですよね。なんでこういうときっていうのは、僕からちょっとできれば早期に声かけてあげたいなと思ってるんですけど、気が回らずにそのまましておくと、やっぱり後でクリティカルなことになったという経験はやっぱあるので、やっぱ早めにこういうのに何か感じることがあったら、1対1で話すことは大事だと思います。で、僕自身教えていく中で一番やっぱり評判がいいというか、長く残ってくれる先生に最初にしたのって対面なんですよ、やっぱり。対面で隣に座って一つのモニターを見て、一緒に論文の手直ししたり、一緒にコードを書いたりっていう作業。やっぱこの時間を最初に取ってあげた人っていうのは結構その後もいいんですけれども、ズームだけで相談してるとか、メールだけでやり取りしてるっていうのは非常にドロップアウトレートが高いなという印象はありますね。やっぱり僕は、ね、いくらズームとかでできる時代になっても対面というのは大事なんじゃないかなというふうには思ってます。コロナのせいでね、できないですけれども。ありがとうございます。大東先生は何かモチベーション保つ、ちょっとこう、モチベーションしてきてるのかなっていうときに、工夫されてることってありますか？僕自身はリマインダーというか、全然関係ないことの連絡を取ったり、何かあればいつでも質問してくださいとかですね、そういう形で
まあ、教えてるという気よりも、まあ、一緒にどうやったら進められるかなという形で考えている立場なので、まあ、そういう形で連絡を取るんです。なかなか対面でっていう範囲のメンティーが多いわけではないので、まあ、こまめに連絡をするっていうことが多いかなというふうに思います。ありがとうございます。ちなみに、3番目ですね。リジェクトされて、モチベーションが下がったりとかですね、そのサドコメントに全部対応しなくっちゃみたいな感じで、まあ、リジェクトのコメントなんですけども、パニックになるようなことって非常に多いのかなと思うんですけれども、そういった場合ってどうされてますか？これなんていうんで、ちょっとレビューアーのコメントに返すかどうかってちょっとさておき、これ別の話となってくるので、はいはいはい、まあ、要はリジェクトされて落ち込んでる人って結局、恋人に振られて落ち込んでるようなものなので、うんうん、もうなんかどうしようもないというか、まあ、とりあえず落ち込んでくださいと。で、落ち込んで、まあ、2、3日してちょっと落ち着いてきたら、やっぱ次の雑誌に投稿するしかないんです。で、ここでちゃんと来週までに投稿してねと。うん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 、もう次の雑誌をスパッと決めて、もう1週間以内に投稿してくださいと。で、もし1週間経っても投稿しなかったら、いや、絶対これはもうやっぱり早ければ早い方でいいからっていうのをちゃんと説明して、次に投稿してもらう。で、できるだけ、高望みはあんまりしない。しすぎない。うん、やっぱ最初の方に書いた論文ってよく見えるので、高望みしがちなんですけど、うん、実際そんなうまくいかないですから、とにかくパブリッシュを優先しましょうという感じですね。まあ、これはなんかもう、結構人それぞれなとこなんですけど、まあ、振られ続ければなれるのと一緒で、ね、だんだん鉄のハートで数日以内、1週間以内出しますというのを植え付けていくしかないかなと。思います。これ1ヶ月伸びる人は結構要注意な印象ですね。やっぱりなかなか次投稿してくれない人はかなりがっつり介入しないと、うん、関係性も含めてダラダラとする印象です。ありがとうございます。僕ももう最初から3つぐらい予定の投稿先を決めといて、落ちたらすぐにこっちに出そうみたいなのも事前に話したりする。そうします、そうします。はい、思いました。ではちょっと次はですね、こういうメンティーどう接しますかという、まあ、かなり具体的なんですけど、一つは例えば IT リテラシーが低くてですね、Excel も使えないとか、Word のトラックチェンジもちょっと分かんないみたいな人にどこまでやってあげるかっていうのは迷うところもあるんですけれども、先生はどうされてますか？まあ、あんまりそういう人いないかもしれませんが。ですね、まあ最初は僕が作りますね。うんうんうん、諦めてもう自分がメンターになるという、ね、関係性になった以上は僕がやって、これをまず自分でフィギュア作るじゃないですか、 Excel とかを、うんうん、でこれと同じのを作ってくださいと。でそのための素材を渡してあげて、で作ってもらうと。でそれでダメだったら Zoom でこうやってやりますというのをいちいち教えながらやってます。でこの2番の解析もそうで、もう解析なんて僕もそうだったんです。1本目の論文なんてジャンプのソフトにですね、適当に変数入れて結果が出たら、なんか大津比出てきたぞみたいな。まあそういうレベルでした、正直ね。けれども、まあ統計学的なバックグラウンドとか解析書は僕が責任を持つから、とりあえずこれを入れて、これで動かしてみてと。で、数字出たでしょと。っていうのをもう経験してもらうしかないですよね。で、それで一本書いて、よくわかんない中でも一本書いたら、次同じ手法でもう一回研究するチャンスが来ますから。うん。その時にやっぱり、あ、前やったこれはこう使える。あ、でもここはダメなんだとか。そういった一番最初の軸を作ってあげて、そこから一つ一つ増やしてあげるのがいいのかなというふうに思いますね。まず一本書くということと、確かに一回それで手法を覚えたら、その手法をじゃあこれに適用できるなみたいな感じで広がっていく感じがしますね。メンターの方もですね。メンティーの方もですね。そうなんですよ。なんか辻本先生からほぼ全部やってしまったっていうのは、これ、メンターとして全部やっちゃったってことなんですかね。あ、そうそうなんですね。わかりました。ちょっと続きですけれども、最初の小学者のリサーチクエスチョンがですね、壮大すぎる。これはちょっと手持ちのデータでは無理だみたいな状況があるときにですね、うまくこう、実施可能な研究機関が修正していくってかなりレベル高い気がするんですけど、そういった場合どうされてますか？これ、どうですか？宋先生が、太藤先生が。なんかされてる工夫ってありますか？もう無理って言っちゃいますね。モチベーション下げてるかもしれません。太藤先生どうですかね？いやー、難しい質問だと思うんです。まあ似たようなものが
あるとか、まあ、自分の分野であれば、まあ、こういうところまでが普通だよというような、まあ、関連しているものを出すとかですね、そういうことは言いますけど、やっぱり難しいですね。本人はやっぱり やりたいという気持ちがすごく強いので、悩みます。そうですね、これ悩みますよね。本当にでも、うん、確かに初学者の人って、ね、壮大なクエスチョンを持ってくること多いんですけど、まあ、やっぱり僕はステップごとに切ってあげるのが大事かなとは思いますね。とりあえず今僕たちができることはここまでだよと。うん、で、それをベースにして次一歩進めていきましょう。さっき言ったまあ積み重ねなので研究って。で、まあ、例えば僕だったら、まあ僕が持ってるデータだったらここまでできるけど、ここから先はもっとでかいデータベースとか、あるいは RCT の専門家が必要だから、その人を紹介してあげますと。うん、で例えば僕が DPC 全部データ持ってなくて DPC でできそうになったら、東大のリサーチの人たち紹介してあげて、彼らとつなげてあげると。まあでもその最終的な方向性を見せてあげれば、最初のワンステップ頑張ろうかなと思えるんじゃないかなと期待してます。ありがとうございます。5番についてですけれども、教授との返信が遅い場合、基本的には僕オプトアウト形式にしてですね、いついつまでにご返信、何かあればコメントくださいっていう形でなければ、次に進むってやってるんですけども、後藤先生もそんな感じでしょうか？そうですね。僕もそうです。大体10日間を締め切りとして、うんうん、10日以内に返事ください。それなければ基本的には承諾しますし、まあ、例えばあまりにも貢献してないけど後でぐちぐち言う先生とかいるんですよ、これ、うんうんうん、でそういう先生もダイレクトでやっぱり僕から直接ね個人的にメールをして、うん、これ先生これでいいですかでリマインドお願いしますで結構強く言うと大体返ってきますね。なるほど。それをメンティにさせるのは良くないので、うん、そういった先生もメンターとして僕はやっぱ仕事をするというところですね、うん、ありがとうございます。この4番についてですね、先生が指導、ね、あの先生からもらったかなり厳しいメールにも通じることかなと思うんですけれども、これはどこまでされますかね、修正については。これに関してはですね、1本目は彼らはそのいい文章を知らないわけですよ、うん、変な話、うん、こう書けばいいっていうのは全然わかんないですから、うん、とりあえず箇条書きでいいので書いてきてもらって何でもいいから書いてくださいって言います、僕は。なるほど。で書いたものを、今最近やってるのはできるだけリアルタイムで一緒に修正するですね。ここはこうだから、まあ僕はこういう、僕だったらこういうふうに書くよと。この部分は論理がね、流れてないから、こういうふうにした方がいいですよねとか。で、できるだけ時間を取ってあげて、で、一回それやると、まあ彼ら彼女だっていうのは、それを踏まえた上で次自分がどうすればいいって、ちょっと理解してくれますから、じゃあもう一回また自分で書いてきてねと。また投げます。で、それを見て、まあ、またちょっと時間取れたらやります。時間取れなかったのもバーッと直して先生見比べてちょっと見といてください。なるほど。でもこれ見比べて見といてください、やっぱみんな変更履歴ポチ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 押して終わるだけの気がするので、うん、まあ理想的にはやっぱりリアルタイムの時間をちょっとでも取ってあげると、まあ学んでる側の理解度とかそういうのは高まるのかなと。もう優秀な先生はでもほっとけばいいので、どんどん丸投げしてきますけどね。リアルタイムでは非常にいいですね。ちょっと僕もやってみたいなと思いました。で、ちょっと1点ですね。メンター自身のコメントの手前にですね、リタラチュアレビューが貧弱なことが多いと。これは先生もイントロが非常に貧弱っていうケースが多いっていうふうに書いてらっしゃいましたけども、その場合って、どこまで、なんていうか、やらせるかとか、諭すかっていうのは何か基準持ってらっしゃいますか？これすごい難しいですよね。っていうのは自分の研究領域が決まってる人は楽なんですよ。で例えばまあ多分システマティックレビューの先生方だと持ってくるトピックによっては全然ドメインのナレッジがないところがあるわけですよね。でこれはその教育者特有の問題だと僕は思ってて、でも僕のリサーチフィールドが決まってる人はもう自分の領域の研究知ってるから、お前これの論文この論文ちゃんと読んでないだろってバーッと上げれるんですけど、やっぱ知らないところは僕自身もやっぱりリテラチャーレビューしないといけないところがあるわけですよね。で、彼女、彼らが最初にイントロダクションのストーリーを書いてきたときに、必ずロジックが飛んでるところとか、裏付けがないところとか、ナレッジギャップが明確じゃないところっていうのがあるので、そこに関してだけ、まあ僕はちょっとできるだけリテラチャーレビューをして、いや先生、これにはこう書いてあるとか、これはこうですよねと。少なくともこの論文は入れましょうっていうスタンスです。だから、本当にナレッジギャップを明確にして論文を書くというよりは、まあ、ちょっと良くないかもしれないですけど、ストーリーをつけて論文に行く付けするという流れになりがちですけれども、まあ、多分全くしないと
論文後で困ることになるので、嫌でもせざるを得ないと。なるほど、ありがとうございます。で、その時にまあこうやって探すよというのだけは伝えてあげれるといいのかなと思いますね。ありがとうございます。まさにこのメンター自身と困りごとのあのドメイン知識が足りない場合にどうするかっていう話になるのかなというふうに思いました。なんか最近あの僕あまりあの PSG ではメンタリングできてないんですけれども、あのメンターの先生とやってらっしゃるのはシステマティックレビューについては、PSG のメンターがやると。で、ドメイン知識について詳しい人を一人あのどこか探してきて、ドメイン知識の方の、まあ、メンターというかアドバイザーをつけるっていう形でやってらっしゃるなというふうに見えています。あ、そうですね、それ言い忘れて、確かに僕もあのその領域の専門の人をできるだけ協調に入れて、その人から意見をもらうところはすごく大事だと思いますし、どうせレビューアーに突っ込まれるので、最初からあのそうですね、そのドメインナレッジがある人を入れておくというのは非常に大事だと思います。もうこれはおっしゃる通りです。ありがとうございます。ちょっと屋根外式の話はあの時間が間に合わないので、またあの次回機会があればということにさせてください。で、あの最後にですね、後藤先生がなぜ臨床研究のメンタリングを続けるのかとかですねメンタリングのモチベーションをどう保ってらっしゃるのか、あるいは今後あの先生がどんなふうに進んでいきたいと思ってらっしゃるのかについてですね、教えていただけないでしょうか。はい、ですね、まあ、僕自身はやっぱり自分が研究したいと思った時に指導者がいなかったのはやっぱりすごく辛かったので、やっぱりそういう指導をして研究をしたいという人のサポートができればいいと思ってます。で、僕自身は変な話、超一流のリサーチャーではないので、例えば何かを極めて何かを後世に残すということはできないかもしれないけれども、まあ、そういったことができる可能性がある人たちというのを一人でも多く拾って、まあ、種をまくというか、で、まだ僕の後輩たちが一人でも活躍して名前を残していってくれたら、僕はそれはすごく嬉しいと思いますし、まあ、教育者の醍醐味ってそういうところなのかなと思います。まあ、もちろん僕自身も僕のできる範囲でコツコツ研究はやると思うんですけれども、まあ、なんかある程度の年になってくると、まあ、どこまでできるんだろうという気持ちもなくはないですね、その辺は。けどやっぱり僕自身はやっぱりその教育したかったというのは最初から変わらないので、やっぱりそこはもう後輩のとか一緒にやってる先生方が活躍してくることは嬉しいと。それだけ、まあ、だから臨床の先生が患者さんにありがとうと言ってもらう、治ってくるのは嬉しいという感覚と同じですよね。ありがとうございます。あのまさに我々 PSG もですね、あの日本からの臨床研究を増やしたいということで末を広げるというふうにやってるんですけれども、あの全く同じようなあのモチベーションされてるんだなということで非常に嬉しく思いました。そうしました。ちょうどですね、あの9時になりましたけれども、何かあのこれだけは聞いておきたいということがある方もしいらっしゃったら、お一人だけでもご質問をお受けしたいなと思うんですけども、いかがでしょうか。あの僕、まあね、こういう場所なんでかっこいいこと言ってますけれども、ね、多分実際に僕があのメンターした先生方から聞くとね、お前何偉そうに言ってるんだっていう話が出てくるかもしれないのでね、まあ、興味がある人は聞いてみてください。でもなんかいろいろあのオーディエンスの名前見てると知ってる先生いっぱいいるなと思ってですね、ちょっと恥ずかしいなと思いながら喋ってたんですけれども、はい、ね、僕のこと知ってるご存知の先生はですね、はいはいって聞いておいてくださればと思います。一つ、光月先生ですかね、一点だけちょっと今日 のテーマになかった、あのメンティーの立場からですね、身近にメンターがいない環境、まさに先生の最初の環境だと思うんですけれども、あのそういう人はどうしたらいいですかっていう質問が来ているので、最後にそれだけちょっとあのディスカッションして終わりにしたいと思いますけども、先生いかがでしょう。そうですね、このシステマティックレビューワークグループに入るというのは僕は一つすごくいいと思うんです。まあ、それかあとは先生が興味のあるですね領域で研究している先生に学会で声をかけるというのは、僕は意外に近道なんじゃないかなと思ってます。やっぱり自分が研究したいこととかやりたいことってあるわけじゃないですか。ごめんなさい、時間過ぎてるんですけど。で、それに一番近い人を見つけて、やっぱその人に話しかける。で、僕自身だってこういう研究したいんですって話しかけられたら、それは嬉しいんですよ。まあ、僕のキャップを超えてるとか、そういうのは抜きにして、やっぱ研究相談持ちかけて来られてね、自分の、あの先生の研究興味あるんですって言われて、嬉しくない人そんなにいない。まあ、もちろん超一流の研究者で、山中先生クラスになったら、それはもう人が多すぎて対応できないかもしれないけど、まあ、普通に学会で発表してる先生はそんなことないと思いますから。
勇気を持ってどこかの勉強会に入って声をかけるか、学会で声をかけるというのは大きな一歩につながるんじゃないかなと思います。ありがとうございます。なんかもう僕自身もですね、最初先生と全く同じで一回やってみて全然これでいいのか分からず、それで、実際自分が指導を受けた古川俊明先生というですね、ランセットとかにも出してらっしゃる京都大学の教授の勉強会に参加して、で、まあ、さらに1年ぐらい頑張ってみたけどうまくいかず、系統的にやりたいなと思って京都大学の SPH に入ったっていう経緯がありました。泰藤先生いかがですかね。ご自身の最初のメンターはどうやって見つけられましたか。僕は大学院を出てて、その時は教授からずっと隣に座って夜中遅くまで文章を直してもらった人間なので、さっきの後藤先生の話は本当にそうだなと思って、基礎的な研究に関してはもうそこに感謝しかなくてですね。で、今回は、システマティックレビューワークショップには辻本先生とかがですね、やられている倉敷の方に行って、そこから今、SR の手法を学んで方法論を知ったので、いろんな人のメンタリングをやっているというような状態ですので、やっぱり何か一個方法を身につけたらいろんな世界が広がるなというのがありますので、そういう意味でそういう世界に入ってみて、こういう場にこうやって後藤先生とお話しさせていただく機会を入れたのはもう本当に良かったなと思うので、ぜひ皆さんも参加していただいてですね、ジュニアメンターになって、教える側に回ってもらえたらなというふうに思ってます。以上です。ありがとうございます。最後に船越ひらく先生からですね、後藤先生のメンタリング素晴らしいのでぜひメンターしてもらうといいと思います。あれですね、はい、僕は仕込んだ桜みたいになってますけれども、そんなことないですかね素晴らしい締めで終わり、ありがとうございます船越先生。それではですね、今日はすみません、ちょっとタイムマネジメントがうまくいかなくてですね、すみません、申し訳ないです。ほど過ぎてしまいました。こちらの不手際で申し訳ありませんでした。皆様ですね、チャットの方に事後アンケートというのをですね、つけておりますので、こちらリンク開いていただいてですね、すぐに回答ありますので、ぜひご協力ください。また、こういった、なんていうんですかね、テーマで、ウェビナー開いてほしいよということもですね、あればぜひ書いていただければと思います。そうしましたら、後藤先生、本日はお忙しい中、ありがとうございました。どうも今日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ、ぜひ皆さんアンケートの方をご協力お願いいたします。